じゃあ仕事探しに行くか。今現在いるのはライズデザイアというセクターで、トリニティサンクタムから3ブロック南の、西なんですけど、本当は3ブロック来たセクターです。でそこでタークのクラスター、クラスター発見しました。気持ち悪い。クラスターはその名の通りですね、この三角形がいっぱいこう重なってるんですが、敵を発見するとこの三角形がバッと散らばって10機ぐらいの戦闘機になります。ここはスプリットの平和のために倒さないといけないでしょう。負けそう。まあセーブはしてあるんで行きましょうか。敵までの距離が 23.5 キロ。カークはすごい統率が取れてまして、狙った敵を常時設定しておいて、ターゲットを常時設定しておいて、前期でそのターゲットを集中攻撃します。なので狙われると M3 でも多分落とされるので、ブルーウィングの連中を盾にして進みたいと思います。ということで先行させました。ブルー2、ブルー3、バスター、そしてライジン、ブルー8。被害が出るかな。全員生きて帰るということはないでしょう。なぜかスプリットだけポリスライセンスを持っていなかったので、さっき買いました。なので今回もカークを倒すことで報酬はいただけると思うんですが、まあ割に合わない仕事ですね。No aim. さあ分裂しました。こういう感じに。怖え、分裂した。フォーメーションがすごい綺麗。はい、散らばりました。散らばりました。カーフスカウト。カーフスカウト。カーフファイター。とりあえず M3 だけでも落とさないと。暗い。やばい、撃たれた。撤退。ミサイル。カー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 スティン。まずい。これはまずい。そしてブルーウィングどこ行った？これは緊急離脱するしかない。シールドがもう 10%。 おお、ミサイル食らった。早く飛べ、早くジャンプドライブ、ジャンプドライブ飛べ。じゃ
ありがとうございました。